今日はね、5月2日6時20分、おっと、今ピゲだよ、ピゲっちゃってるね。ではね、これから飯を食べに株主優待券を使いに松の屋に向かいます。では V100 で行くぜ。どうかな、バイクで行きます。松の屋に着いたぜ。ここだ。さあ食べてこう、株主優待券で。おお、これ美味しいよね。これかな、1130円だ。こいつにしよう。はい、渋滞ボールはこれですね。これで何食べてもただロースカツエビフライ定食持ってきました。でっかいエビで、ロースカツもでっかい、15センチのね。で、まずはねエビに、こっちもかしら。はい、じゃあいただきます。スタンバイできました。で、ね、まずはねとんかつ一丁、見て分厚、うまっ、うん、続いてエビフライでっか、太でタルタルにつけて、うん、こんな太、うまっ、うまいです。